七夕の日に未来と工事をつなぐ。まずはセリーグ坂本選手抹消、続いてパリーグ大量の選手が登録抹消されました。井口さんは抹消やめてよ、怪我とか。奥村はまた戻ってこいよ、松原見せてもらおうか、竹内頑張れ。なんで井口というか愛人誰も抹消しないのな、ほんまクソやな。中島来た、竹内くんと松原、松原頑張れ、竹内くんに勝ちをつけよう。井口ソッタンは来週の楽天戦だからだろうけど、明日の宮城くんのためか。井口さんはリフレッシュ、怪我ではないことを祈る。早速松原上げてきた。奥村くんも必死に食らいついてるけど、守備も打撃もまだまだ磨く必要がある。尾関さんと熊台に仕上げてもらって、また後半戦で黒川昇格してる。ここ最近はファームではサードしかやってないけど、いつ使うんだろう。結局末金を落とすことに確かに痛いけど、勝負どころはまだ先、その時いてくれ。俺ファームで長打打っても上がれないけど知ってる？カープには悪いけど週末末金と当たらないとは。ひとまず末金、君やはり針が取れんかったか。精密検査次第だけど、10日で万全な状態にして戻ってこれたらベストだが、西潤は普通に考えて先発調整で落としたんでしょ。後半絶対先発の枚数足らんくなるから、ファームで調整してさっさと上がってきてほしい。てか中継ぎで使うべきじゃなかったんだよ。外人野手1名首確定演出からチーム唯一の素放離脱で、むせび泣いた終わりじゃんこのチーム。ええ、末金さん、しばらくベンチに置いてみたけど、思ったより時間かかりそうな感じやったか。ご視聴ありがとうございました。